小野とゆうやのほのぼの夕焼けラジオ番外編でーす。小野です。ゆうやです。本編は毎週土曜日に配信していますが、こちらは毎週水曜日に配信しています。さいしんさん。はい。いかがお過ごしですか。ねー。ちょっと最近疲れを感じるよね。<laughs> 疲れ。うん。老いではなく疲れね。老いなのかな。<laughs> もうまもなく三十一歳になっちゃうけど。あ、なるほど。朝寒くてさ。うん 日中ったかかくてて夜寒かったりしてさ寒暖さ、ね、朝も起きられないし疲れちゃってるよね最近、うんうん、そんな石井さんに朗報です、うん、何でしょう、はい、石井さんのシャイエピソードがとても好評だそうです全然関係ないじゃん <laughs> <laughs> お夜はにとても好評だ、うん、ありがたいありがたい、はいまあ、振り返り返ますと、うん、スーパーパ、ね 石井さんが半額シールのものを見つけて買おうとしても、うん、なんだか周りの目が気になって買えませんですとか、うん、サウナに入るときはなんだか周りの目が気になって眼鏡かけて変装しちゃいますとかねそんなシャイエピソードが大好評でございます好評っていうことは、うん、共感してくれる人が結構いるってことなんですかねそうなんじゃないだから<ー>こう石井さんみたいにこうシャイな人が多分お揺らの中にも多いということなんじゃないですか <laughs> 最近ないんですかこのシャイエピソード最近うん,ん,んう最近かもう考えすぎだよって分かってても、うん、考えちゃうこととかねなるほどね、うんまあ、最近じゃなくてもいいけどねパッて今出てきたのは、うん、学生時代うんうん、うん 学生時代も最強に多分シャイだったんですよ。あ、最強サイボウイ。まあ、サイボウイ。サイボウイじゃない。最高。最強シャイボーイね最強シャイボーイだった。なんかね、学園祭。前も言ったけど、男子校だったじゃないですか。高校一年生、高校二年生は野球の練習があって。野球部は参加しなかった。で高三で初めて学園祭に出たのね。もう引退してたから。でタイ焼きを売ってたのよ。 <laughs> 結構他の学校の女の子とかも来るんだよね男子校の学園祭ってああえー、ええー、えみんなあの衣替えの季節よりもちょっと早いんだけど、うん、夏服じゃなくて学ラン引っ張り出してきてちょっと着てたりするわけよ学ランの方がかっこいいっていう認識があったからへえー、そうなんだ俺はでも学ラン着るの恥ずかしかったから夏服でたい焼き売ってた <laughs> で女の子たくさんいるんだけど 話しかけられなくてずっとあの保護者とかおばあちゃんおじいちゃんにたい焼き売ってたで一人女の子が赤外線でね連絡先交換したいですってなんか友達経由でなんかユうやなんかこの子が連絡先交換してるらしいみたいな来たんだけどなんでタイミング悪いことになるうちの親もいたのよすぐそこにもうさ交換したいよめちゃくちゃ交換したかったんだけどもう恥ずかしくなっちゃって。 もう何を思ったか携帯電池切れたって嘘ついてええー、<laughs> 赤外線交換しなかったの親いたから横にもうチラチラ見てんの分かって最強シャイボーイだねそれはいやだって親見てんだよまあ、ね、もうでもでやか優やかやかみたいなさなんか他の保護者同士で盛り上がってんの <laughs> ゆうやかんか女の子だあみたいな <laughs> さあタイミングと思って <laughs> <い>っていうのを思い出したね ななるほどね小野さんないでしょ、うん、私はね基本のそういうの全然共感できないタイプっていうか、うん、全然その恥ずかしいって思わないタイプなわけよ。羨ましい、うん。でもなんかこう私も何かないかなと思ってね探したんだけどもう一個思いつきました。あのコンビニに行って、うん、あの私おでん大好きでねおでんをねあの大きい方の入れ物に、うん めちちゃゃく入れてもらって買うのねもうあれもこれもこれもこれも卵3個とかもうめっちゃ好きだからで買うじゃんでなんか「お箸何千入れますか?」って言かれた時に「一つ」って言いたいのよ一人で食べるしでもなんか「えっと二千です」とかってこう言っちゃう自分がいるそれよ同じ同じなんかあ私もあったわと思ってなんかねちょっとあっ 恥ずかしいこれ一人で食べるって思われるの恥ずかしいと思って2 0ですあ二ってそれですうんそういうことなのね小野さんであるんだからでもねリスナーの方はねあると思うこういうエピソードあそうでも絞りに絞り出したものだけどねでもたんの場合はまあ日常茶飯事にそういうことが起きてるんだよねあるよしかもね 恥ずかしいっっって思った時に顔赤くなっちゃうううううそうそうそそうあのね番組中でもねちょっと恥ずかしいことがあると一気に耳とねこの顔のほっぺのところが真っ赤っになってって <laughs> CM 中こうやって手でね顔を仰いでるもんねほんとテレビ向きじゃないそうすごいわかりやすいもんね、うん、一番顔赤くなったのは <laughs> あの福島キッズマンと一緒にスタジオで踊った時だ、うん、<laughs> キッズマンレッドと同じぐらい赤かった俺 <laughs> どどっっっちレッドかかかかんんんんななななた踊りなんだっけなんかねスキップしてってカメラの方に寄ってって「<laughs> イェイ!」って左手上げるみたいな。<laughs> で一緒にやってたのが、まあ、同期のアナウンサーと、うん、あのベテランの、ね、アナウンサーのみのぶさんと一緒に3人で踊ってたんだけど 2>,、うん、2人は結構ノリノリでいけるタイプなだね。そうだねノリノリ2に対してのシャイ1の石井はね <laughs> だいぶ分が悪い。 離れししてるる人と一一緒にそういういいのののやるのが一番恥ずかしいのよ <laughs> お互い初めてだったらまだいいんだけどいやでも私さあれ見てたけど、うん、相当面白かったよゆうたん頑張ってるわと思って違う違うキッズマン見て <laughs> 石井じゃなくてめちゃくちゃ目立ってたそういうとこなんだあのえでもねあの、うん、もう一個だけ言っていいあの私さあの前ラジオでさゆうたんって呼ぶようになったじゃん、うん、だからさあの結構普通に職場でさ、うん デスクに座って石井くんを話しかけるときにもねねえ、ゆうたんとかって言うわけ、はい、さっきもなんかさねえねえ、ゆうたんたんめんとかなんかふざけて呼ぶんだけどこの人さ、なんか恥ずかしがってさ私が呼んでも、はい、はいしか言わない <laughs> はいオッケーですとかってしか言わなくて <laughs> 全然反応してくれないのそれもシャイでしょシャイだからでしょもう母ちゃんへの塩対応と一緒だよねそれ <laughs> 思春期の、はい、いや徳光さんとか先輩たちはもう分かってるからいいの小野さんのキャラと石井のこの立場を今小野さんと僕の前に新人の紺野ちゃんアナウンサー新人の子が入ってきたのよその子がちょっとニヤニヤして聞いてるのが一番恥ずかしい <laughs> それもだから気にしすぎてんだけど <laughs>、うん、まあやっぱりこれ治んないね目も合わせてくれないなもんゆうたんってやめただからほんとやめてほしいね <laughs> <laughs> 頑張ろうゆうたんということで、はい、あのー、皆さんのつい社員になってしまう話や自意識が芽生えてしまう習慣を募集しますたくさんメールが来たらこのコーナー化するかもしれないということで シャイが。そう、石井さんのシャイエピソードから、皆さんもこう募集して。ついにはシャイコーナーができるかもしれません。件名はシャイでお願いします。わ <laughs> かりやすい。はい。いや、結構共感エピソードたくさん来るんじゃないかなって思いますね。ね、楽しみ。楽しみですね。ちなみに、あのサウラは。うん、あのスーパー行って。うん、あのじゃがいも、人参。そういうなんか。カレーの具材を買って。はいはい、レジに持ってって。うん こいつカレー作るなって思われるの恥ずかしいから、うん、カレーっぽくない材料をカゴに一個入れるらしいいいじゃん別にカレーが <laughs> 食べたって今夜カレーでもよくない <laughs> 恥ずかしいんだそうちょっと<ー>だからキュウリとか入れちゃうらしい <laughs> なんてエピソードもお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたしますお さあそして番組では皆様からのメールを受け付けております番外編のトークテーマやラジオのダメらしいコーナーのアイディアなど何でも送ってきてください、はい、コーナーへの投稿はメールの件名にコーナー名をご明記くださいメールの宛先はすべて小文字で podcast.fct.jp 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 です そして番組のホームページの応募フォームからもメッセージを受け付けています。概要欄の URL からチェックをしてみてください。番組の感想もお待ちしております。投稿はすべてひらがなで「ハッシュタグおゆらじ」でお願いします。番組公式 Twitter のフォローもお待ちしております。それではさようなら